皆様、こんばんは。12月20日、今晩の相場展望、チャート分析編をお届けをしたいと思います。ご覧いただいておりますのが、ドル円の時間足になります。本日、朝方113円の70台やって、伸びきれず、緩んで113円の34台までやって、今また50台まで戻してきているという、3円の後半重たい、3円の前半底堅いという、レンジ感そのものの値幅といいますか、動きかなというふうに思います。自分で今日、上値が重たいので、113の80で売りたい、売ったら113の30で買い戻したいという水準を考えましたけれども、あながち間違いではないんですけど、その内側で動いていたというところをですね、戻せば、もう一回113の80に関しては今晩売ってみたいなというふうに思います。ストップ114の10において、買い戻しは113円の、35でイメージをしてみたいと思います。次はユーロドルです。ユーロドル今日は 1.1280 で売りたいということで、売り差し値を置きましたが、今ちょうど高値圏で戻ってまいりまして、ちょうど 1.1260 近辺ですね。が高値でございました。安値の方も、朝方、早い時間はその30割れのビットもございますけれども、基本的には 1.1235 近辺が底堅かったといったところです。戻りは売ってみたいなという時間足と、もう少し長い足で見ても、瞬間、上に、跳ねる可能性は当然ありますので、1.12 の、85で、今晩オーバーナイト売りを 1.13 の15でストップを、買い戻しは 1.12 の40で今晩イメージをしてみたいと思います。ユーロ円ですけれども、今日はだいぶ下がった形です。一旦ずるっと落ちた後ですね、ここからですね、4時半以降の上げが結構急激で、今日の朝方からずっと売り込んでいた分を全部戻してしまった形になりました。自分自身が127円の95で売りたいということで売りを指しましたが、全く朝方引っかからずに下がりましたけれど、後になってみると127円のこの50台でダブルボトムを打って反発したといった展開です。ただし、ドル円は戻りを売りたい、ユーロドルも戻りを売りたいということで、ユーロ円に関しましても、やはり引きつけて戻りを売るようなスタンスで、考えてみたいと思います。ちょうど時間足のこのボリンジャーバンドのセンターラインのところで今上げが止まった形になりましたが、もう一段上に上がって128円近辺やるようであれば、ここは一回売ってみたいなという気がしております。朝方は127の95に売りを指しましたけれど、これ一回ですね、128円抜けたら瞬間ストップありそうな気がするので、128円の08、少し刻みますが128円の08に売りを置いてみて、この時間足の90時間と200時間のボリンジャー、移動平均線が、現状ですと200時間が128円の353、あと90時間が128円の381ということで、40超えたらダメだろうなという気がしますので、8の40にストップを、買い戻しは127円台、こちらの方はイメージ的には、60ゾーンぐらいなんですけどね。60で、利食いを置いてみたいと思います。あとは、ポンドドルですね。で、まずはポンド円とポンドドルを見ていきたいと思いますが、先にじゃあポンドドルを見ましょう。ポンドドルの時間足見ても、やはり上値が非常に重たい、展開です。小刻みに今日は、安値を切り下げて 1.32 割れまで。下落をしてまいりました。戻り局面、1.32 の、35で、売りで 1.32 の、ちょうど19、これが90移動平均線 1.3265 ですね。65でストップを 1.31 台、買い戻しは 1.3190 でイメージをしてみたいです。対円ですけれども、これも非常に上値が重たいです。朝方、
ポンド円に関しましては、私は、朝方150円の60で売りをさしましたが、全く届かず、そのまま下がってしまいました。売るのであれば、150円の、オーバーナイト150円の40近辺、売りで、まだ今149円の85ぐらいなんで、まあ、届かない可能性も十分ありますけれど、まあ、あんまりアースクを垂らしたくないので、150円の40売りで、150円の、ストップは、75で、そして買い戻し149円台、70でイメージしてみたいです。次は、オージーです。オージータイドル、こちらの方も非常に上値が重たく、ずるずる崩れました。0.71の4050で売りたいということで、売りをイメージしましたけれど、全くつかずにこれも下がってしまいました。戻り、1.71の20ぐらいですかね。あ、ごめんなさい、0点ですね。0.71、20で売りを。ストップは、0.7150で、0.70台、買い戻しは安値つら合わせぐらいですね、0.7085で、対円でございますが、OGM、これは非常に上値が重たい感じがいたします。80円の95で、売りから。まあ、朝方ですね、81円の25で売りを置きましたけど、全く、かすりもせずといったところでした。80円95の売り、81円の、30でストップを、80円の、安値は今日の、まあ、268っていうのがありますが、まあ、80円の95もし売れるようでしたら、80円の30で買い戻しをイメージしてみたいです。最後にニュージーです。ニュージードルから見てみたいと思います。これも、上値が非常に重たく、0.67の40で、売りを。0.67の、73には200移動平均線がありますが、75で、ストップを。0.66。90で買い戻しをイメージしてみたいです。大円、これも非常に重たいですね。朝方イメージしたのは76円の75でございましたが、76円のもう55近辺もだいぶ重たいだろうなという気がしております。76円の55の売り、76円の、85でストップを。買い戻し76円ちょうどでイメージをしてみたいと思います。まあ、今晩ですね、どこまでドル円が下がるのか、113円の前半でまた跳ね返してしまうのか、マーケットがどれだけショートが溜まりやすいのか、この辺も含めて見つつ、戻り売りでまず入ってみて、113円の、まあ、40割れ、3号のところで買い戻しをしたいなというイメージを持っております。今週1週間で見た場合は、やはり2円の50、4の50というレンジの中で、まあ、クリスマス直前ということもありまして、ポジション調整でなかなかあまり大きくは、レンジを逸脱して動かないのではないかという気がしております。その中では113円の前半といいますか、112円後半、引きつけてまず買いから入ってみて、3円のミドルアッパー、114円に近いところでリグうような、回転を今週1週間の中では見てみたいと思います。まあ、クリスマスは基本的にはオーバークリスマスでポジションを取らないようにして、やはり事前にですね、ポジションは軽くしておくべきかなというふうに考えておりまして、24日が、こちらの方もですね、結構マーケットの休日もございまして、マーケット自体がですね、やっぱり非常に薄くなると思いますので、その辺は十分にご注意ください。で、あと、ポジションを軽くすればですね、乱高下したときに、
ある程度リスクを取って売り買いをすることも可能です。ただし、マーケットの流動性の低下だけには十分にご注意いただければと、そんなふうに思います。それではまた何かございましたら、よろしくどうぞお願い申し上げます。簡単ではございますが、本日の相場展望、チャート分析編、この辺で失礼させていただきます。どうも、ありがとうございました。それでは失礼します。JFX 株式会社代表取締役小林義彦です。いつも YouTube をご覧をいただきまして誠にありがとうございます。JFX 株式会社はスキャルピングと呼ばれるポジションを持ってから決済するまでの時間が数秒から数分ととても短い取引をされる方に選ばれている会社でございます。業界の中では数少ないスキャルピング OK であること、連打注文が OK であること、1日の取引制限がないこと、約定スピードが最速0.001秒とサクサク約定することなどが選ばれている理由だと自負しております。ぜひ当社でお取引をいただきたく、YouTube 限定企画の新規口座開設キャンペーンをご用意をいたしました。新規口座開設期間内に小林義彦 JFX YouTube 限定企画経由で新規口座開設をしていただき、取引期間内に新規約定の合計で1万通貨以上のお取引をされ、かつ申し込み期間内にキャンペーン申し込み専用フォームによりお申し込みをされた方に4000円キャッシュバックと私のオリジナルレポートをプレゼントいたします。オリジナルレポートの内容はスキャルピングのコツ、チャートパターン、スキャルピングのためのテクニカル分析など、私がツイッターで売ったり買ったり、情報発信をしているトレードのエントリーや決済の根拠についてのものです。中値トレードや実需についてもお問い合わせが多いので、こちらもコンテンツに入れております。 YouTube 動画の概要欄にキャンペーンページの専用 URL がございますので、ぜひ口座をお持ちでない方はご検討ください。よろしくお願いいたします。